にちは。こんにちは。今日はですね、YouTuber のちょっと自己紹介お願いします。ぴょんちゃんです。今日はどうして来てくださったんですか？もう自分も感動したんですよ今日。ぴょんちゃんが我が家に来るって聞いて、はい、俺やべえじゃんって。いやもうそれはもう神様の勇者ある場所ですから。ああ。来させていただきました。一応ねぴょんちゃん、俺ね究極のあげちんって言われてるから、はい、噂通り聞いてます。噂通り今日はもうその恩恵を受けにやってまいりました。で今日はぴょんちゃんにあの授業を したいんですよ、はい、歴史とか興味あります？歴史はまあさらっとぐらいしかわかんないですけど、まあ、興味はありますね。これ見て、ね、これ何歳だと思う？これ石、あこれですか？うん、これ何歳？これ130歳ぐらいじゃないですか？いやいやいや、この石が、はい、これは100兆万年前、はい、100兆万年前ですか？うん、とんでもないですね。うん、この石を見ると、はい、この石はね、はい、だからもう100兆万年前に隕石が爆発して、はい、ちり積もって固まったんですよ。はい、おお素晴らしいですね。興味ないですか？いや興味ありますね。マジですか？はい、じゃあ座ってください、はいすごいですね。やっぱそう。こんだけやっぱ歴史が、ね、やっぱ歴史が僕はそういうことを考えてるんですよ常に。あの石のこと。おおすごいですね。例えばこのコンクリート、これ何歳だと思います？これですか？うん。これ50歳ぐらいじゃないですか？はい。100兆万歳だから。100兆万歳や。こう分子レベルで言うと100兆万年前にこうタイムスリップして考えてみてください。はい。100兆万年前に分子的にあったんですよ。100兆万年前に、例えばこれも、はい、僕理系なんで一応、はい、科学者的に言うとこれ100兆万年前に分子レベルであったものが、はい、タイムマシン使って戻ると、はい、これあったんですよ粉で。それが何かの加減で結合して爆発してその後こう固まって石になって最後コンクリートになって人間が加工しただけなんですよ。いやすごいですね。100兆万年前ですよ。これがもうまさに100兆万年前のぴょんちゃんいくつ？私はまあ20後半ですね。あ、年齢不詳ね。ぴょんちゃん自体の今髪の毛あるでしょ、はい、それ何歳だと思う？髪の毛ですか？まあ同世同世と同じぐらいです。100兆万歳要するにその髪の毛自体も分子レベルに言うとそれなんかいろいろぴょんちゃんがワカメとかいろいろ食べて変化してその今合体してそこに整合されたわけなんだけど、その分子的にいくと100兆万年からそれ存在してるものがくっついて出来上がってるから。すごいでしょ。自分が今取り入れたものを全部こう。ぴょんちゃんのメガネあるでしょ、はい、それも100兆万年前からあるから。これもなんですか？もちろん。タイムスリップマシンを使ったら、はい、そのメガネってプラスチックができるでしょ、はい、それをずっと100兆万年タイムリップしてみて、はい、分子的に残ってるものが変化してるだけなの、はあ、だから俺の理論は全部100兆万歳なわけ。これを会社で言うとみんなにめっちゃ嫌がられてんの。いやなんでですかね。すごい。もうその話やめてくださいって、はい、しかもこれ5時間とかやるから。5時間はちょっとうざくない？うざい普通に4時間ぐらい行くの、はい、あんなか分かるって、はい、それはちょっとうざい。質問攻め、はい、あのシャッターはぴょんちゃんあれ何歳？100兆万年。100兆万年前から作られたのはあれ60年ぐらい前に、この建物55年前か60年ぐらい前に作られた建物なんだけど、シャッターは60年前に加工しただけで、その前を紐解いていくと100兆万年前からある素材を使って変化してるだけなの。つまんない。つまりはですよ、うん、これも全部そういうことですよ。そう、すごくないですか神様。それいやだから俺は今そこをずっと考えて毎日生活してて、うん、この地球がその100兆万年前どういう状態だったか想像したことありますか？いやないですね。これなんで分かんないかっていうと、人間が今カメムシぐらいなのよ、うん、知能レベルが、はいはいはい、でこれがあと100兆万年すると脳が進化して全て分かるようになるから。あなるほど。つまんない。
ういうことか。だんだんうざくなってきた。ちょっとうざくなってまだ5分ですよ、はい、今まだ5分ですよ。これ5分の長いですよ。いやすごいですね、神さん。まだ5分ですよ、はい、ぴょんちゃん。まだ5分ですか。もう25分ぐらいの感覚でしょ。これを3年前にちょうどここで彼に40分やったんだよ。40分もですか。はい、今の話をね、おちょっとお前これ何かわかるかって。これじゃなんだみたいな、はい、これ40分やったらもう二度とやりたくないって。苦痛でしたっていう。分かってきた。今まだ5分36秒だからまだまだですよ。まだまだですね。これの何倍ですか。8倍ぐらい。ぴょんちゃんはその宇宙空間に関して、そのまず宇宙人は信じるんですか。宇宙人はいるんじゃないですかね。見たことは。見たことはないですね。ない。はい、宇宙人はねいる。いますか。タイムマシンはその存在は信じてるんですか。将来できるんじゃないですか。もう俺も間違いなくできると思う。で、俺はずっと言ってるのは、宇宙人っていうのはワープできるから、はい、ワープしてくるじゃんやつら、はいはい、だから人間殺そうと思ったら秒で殺せるのよ。はいはい、爆弾撃ったら地球を破壊することもできる爆弾を持ってるんだけど本当はね。ただなんでやらないかっていうと、俺たちの子孫がタイムスリップして観光旅行に来てるから宇宙人がよく、この間もニュース、ヤフーニュース見た？見てない。アメリカの NASA が認めたんだよ。宇宙人がいる。うん。これは世界初じゃなかったかな。半年ぐらい前にアメリカの NASA が宇宙行くでしょ。はい、そうするとなんか飛んでると、はい、ピューンってっていうのがいるんだけど、よくわかんないけどなんか生き物だなっていう。その。丸、うん、円盤みたいな丸いのがピュッて飛んでいくの。だから宇宙人はね間違いなくいて、僕の理論だと子孫がタイムスリップしてる。だから捕まえてもタイムスリップしちゃうから消えちゃうわけよ。ああそうか、じゃあもう手出せないっていう。出したって捕まえても戻っちゃうから消えちゃうわけ。なるほど。どうでもいいね。すごいですね。いやーちょっと難しいですね。頭回らなくなってきそうですねこれ。とりあえずこのすごいことを話しているんだっていうのは、そう、はい、伝わりましたね。ぴょんちゃんはなんか将来はなんかやりたいことあるんですか。将来、そうですね、将来は、結婚は。結婚はまあでもできたらしたいですね。好きな人は。好きな人は今いないですね、うん、ああ、何年ぐらいいないの。どうだろう、1、2年行ってないかな。ああごめんなさいね、変なちょっとプライベートのえぐっちゃって。そっか、それぐらいもいないと思いますね。将来設計は YouTuber として生計を立てたいとか、はい、もしくはなんか起業家したいとか。ああまあでもそうですね、流れ的にはそういう起業的なのもできたらいいなと思ってますね。現時点では願望っていうかできたらいいなぐらいですね。例えば起業するとしたらさ、どういう分野で起業するんですか。あ、起業するとしたら、まあでもやっぱり YouTube をやって、まあ、認知度が増えればなんかいろんなチャンスが増えるのかなと思って。実はごめんね、まだ8分だからね、はい、うん、質問攻めだからうざいと思うけど、帰る時にぐったりすると思うけど、なんかめっちゃ疲れてるんだけど、まあ、もう疲れてきた。もう疲れてきましたね。ぴょんちゃん俺ね、はい、昔から刑事みたいって言われるね、はい、刑事とかじゃなかった、ね、じゃないけど質問で相手にもなんか質問攻めをする癖をやめろって昔から言われてて、今我慢して普段は気をつけて、はい、あんまり質問しないようにしてんのよ、はいはい、えぐっちゃうから。ああだいぶえぐってきますね。そうそう、もうぐいぐいもう踏み込みすぎて相手が吐き気をするってもう帰っていいですかっていうのがいつものパターンなんだよ。そうだから最近それが良くないなと思って、もう質問をね聞き手に回ろうと思って、はい、あんまり言わなくなってね。ああまあでもあんまりん、まあ、でも質問攻めはなかなか激しいですね、うん、まだ多いかな。めっちゃ抑えてんだけど。多いと思いますね。めっちゃ抑えてんだけど、なんかやっぱりそのね疲れちゃうじゃないですか、なんで疲れちゃうかっていうと、はい、その俺から言うと
その価値観の違いを認め合う気持ちがまだピョンちゃんにちょっと足りてなくて、こういろんな人がいるんだよって、はい、こいつの価値観はどうだってみんなもう180度違うから、はい、でも性格も違うし、だからそこを認め合うことができれば、はい、大丈夫だと。ああ、なるほど。そう、あ、すごい考えですね。そう、価値観が違うから、だから俺の価値観がちょっとうざいって感じる人が、はい、世の中に7割ぐらいいるかもしれないけど、はい、でも7割はそういうことなんですよね、きっと。不快、不快だって言われる、うん、本音で喋れば喋るほど、はいはい、あんまりこうえぐってくんなよみたいな人が大半です、ね、そうそうそう、マナーとして土足でこう人の心の中にこうグイグイ行って、しかもそこにそれは違うとかいうのが俺だから、はいはいはい、うざいですか。なかなかうざいやっぱうざい、これなかなか、まあそうですね、そう、はい、でもね、 YouTuber になるやつってね、そんなやつしかいねえんだよ。そうなんですか。だって YouTuber になるとか芸能人になるとかいうやつはさ、勘違いしてるからさ、俺はなってると思ってんの。ああ、要するに俺はずっと昔から自分がすごいと思ってるから嫌われてきたんだけど、会社で嫌じゃん、その先輩を見下す子分って。あの、先輩を見下す後輩一番嫌でしょ、はい、それ僕なんですよ会社行くとめっちゃ嫌われるんだけど、先輩見て頭悪そうだなって、はい、こう腹で思ってるから、はい、言わないけど伝わっちゃうんだよね。あ、分かっちゃう、ね、分かっちゃう。で、就職した時も俺よくいつも面接行くでしょ、すぐクビになっちゃったから、その頭が悪すぎて、態度が悪くて、会社クビになったらね、もうしょうがなく新しい仕事に行く時も面接の時ももう俺が来てあげるんだから、まずお前喜べよって、わかる？すごいですね。誰が来てるのっていうのを腹の中に持って面接行くから、うん、10回連続落とされたんだ。あ、そう、落とされちゃったんですか。そう、へえ。俺32歳の時に10回連続面接落とされて、はい、もう働けないと思って、はい、やめますよね。でも俺はちょっとおかしいのかなと思いながら、でもこの俺がね、わざわざ行って、そのもうなんならすぐ社長に俺は変わった方が売り上げ倍になるから変われよぐらいの価値観だから、はいはい、そうで気がついたらタクシー乗って雲助乗っとった。ええで面接受かったのが雲助、はい、タクシー、うん、タクシーは受かったんですか。タクシーは誰でも受かる。あ、まあ、最終手段。そうで気がついたらタクシー乗ってたの。たどり着けたんですね、そこまで。そうで、タクシー乗って、タクシーって給料安いじゃん、はいはい、そう、腹立ってくるじゃん。なんで俺がこんな給料。そう、俺だって今頃と、あの、僕の18歳の頃の目標がトヨタ自動車を超えるって言ってた、はい、俺トヨタ自動車を超えるからって、そういう18歳だって、はいはい、すごい。ああ、トヨタ超えるよって、もう日本の企業も全部俺がまとめるよみたいなそういう話をしてたんだけど、気がついたらタクシー運転手になって40歳になっちゃったけど。そう、それでおかしいなと、はい、って見たら YouTube がなんか明日から収益が始まるって聞いたよと、はいはい、でも俺はもうすぐその日にやったわけ。あ、もうすぐやったんですか。そう、そのネット、その友達がいなくなっちゃって、あの引きこもりになっちゃったもんだから、はいはい、ネットを見てたらさ、こうあの YouTube で稼げるらしいみたい、うん、で始めたら、まあ、なんとか今それで生活できてる、うん、すごいですよね。いや、本当にすごいです。そう、だからやっぱりね、そういう勘違いしてる人しかいねえのかなと思って、うん、だからああいう有名な人たちも、はい、頭悪いのかなって。ヒカキンとかさ。あ、そうかもしれないですね。うん、まあヒカキンでも面白いけどね。見たことある？ヒカキンは、まあ、たまに見ますけど。意外になんか、はい、見れるけど、うん、みんなやっぱその YouTube で、うん、もう俺はもう運だね。運と勘違いで、はいはい、たまたま生活が成り立ってるっていうか。あ、まあ、王ちゃんはね、声だね。あ、そうですね、特徴的な声。声がビブラードで、ちょっと波に乗って、はいはい、あと、まあ、まあそれなりに賢いからパッて乗ったみたいな。あ、なるほど。タイミングとその、まあ、いろんな要素が重なり合って、うん、そうそうそう。で、ぴょーちゃん分かった。まだ今14分だから。あ、そうそう、出てますね。ぴょーちゃん、なんか不満はないの？不満。不満ですか？まあ言える範囲で、使える範囲で、これカット、ノーカットは、ノーカット。不満とか、
一応俺職業人生相談がメインでやってんだよ俺が一番力入れてる作業って人生相談なんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからインターネットでその迷子になったやつに話を聞いて、上から目線でお前頭悪いからこうやれよっていうのが俺のライフワークで一番楽しいことなの。はいはい、だからぴょんちゃん今日はじゃあ聞くよ。あ、そうですね、言える範囲でいいよ。はい、不満ですか？現状何でもいいよ。金でもいいし、はい、社会でもいいしね、何でも家族なん言える範囲で。まあでもやっぱり、そうですね、今よりももっと、お金欲しいですね。金か金はね、はい、でも今だったら YouTube でバズるので具体的に金稼ようと思ってるじゃん。はい、そも 40% だな。はい、40%、 40% のあれをやって、はい、あれをやるって100万人になれば儲かんじゃん。いや、もうやります。うん、はい、今日たっぷり今日、ね、指導受けるので。厳しいでしょ指導。いや、なかなか厳しかったですね。うちの会社入ったら大変だよ。もう毎日だよ。おいって。あれはって。え、なんで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 って、なんでそれ今できてないのって。はい、なんでなんでばっかりだから。なんでなんでこうって。うざくない？いやー、めっちゃうざいですね、それ。これやむ？いやー、それちょっとさすがにやみますね。例えばこうやって、ヨンちゃんがうちに正社員で入りましたって言ったら、はい、俺がこうやっていて、風呂にも入らずに寝癖つけた状態でこうダラーっと来て、うわーみたいな来て、おいっつって、おいピョーンって、お前昨日のあれどうなってんのって、もう何でもあれのあれはなんだよって、でどうして説明してって、これが毎朝ですから。ああ、ちょっとでえれきついですね。えれくなりそうですね。もう顔が死んできたねあ、おうちゃんは優しいんだ。まあそういう意味では、まあそんなわーいとかなんかね、まあ動画内でそういうこと言ったりとかあると思いますけど、うん、まあそういうのは比較的ないんですかね。あ、おうちゃんもまだ30代でしょ。そうですね、やっぱゆとり世代だから優しいのよ。あ、ゆとり教育の世代だから、その順位をつけちゃいけないじゃんって。国民平等で生まれてきてさ、運動会でさ、ぴょんちゃんもそうだった？私も言う通りですね。その走って順位つけちゃいけなかったの？いや、順位つけてましたね。あ、つけてた格好なんだだからそういう感じで、俺も50歳になるから、はい、50歳の人たちはまずどっちが上なんだって。あ、まず常に、そう、常にマウンティングをして、はい、お互いの立ち位置をまず認識しちゃうのよ50代は。おいっつって、お前俺より下だよなって、どっちだって、上か下か言えよって、下ですって、ああそうだよなとまずこれを毎朝毎朝です、まあ、その上か下かは言わないけど、それを確認する。犬の世界でもそうじゃん。犬と犬があってさ、どっちが力が上だってことを毎日確認するから仲良くできるのよ。ああ、もう分かってるんですね。分かり合って、そうそうそう、で分かり合って、ああ俺たちは四分六の関係だなとか、毎日こう肛門の匂いを嗅うことによって、犬同士で、はい、俺たちは 7-3 の関係だよとか、はいはいはい、やって確認し上がってやってるから、それを俺はここでやってるわけ。あ、でも素晴らしいですね。そう、すごいでしょ。すごいでしょ。分からせとかないと。そうそうそう、立ち位置をね、置で、この立ち位置を間違えるとこう人間関係が破綻するところ。なんかピョンちゃんうち入ったら大変だよ。大変です、ね。うん、あったらおいこれ嫌深いこれちょっと深いです、ね、おいってピョンって飯はって昼飯ってお前昼飯の段取りはって昼飯の段取りも一応なんかそういう入ってます。うちはブラック企業なんで業務です。お前昼はってどうなってるって、うん、お前他弁買ってこいよって、急げよって、まあ、唐揚げなって入ってこいよって、こういう感じ。この時に僕が提唱してるのは、笑顔になりなさいって指導してる。あ、言ってくださったんだと、 ありがとうございますっていう感じです、ね、そう、わざわざ指示をしてくださったんだと、はい、それをここは徹底してます。なるほど、じゃかなりなんかね、鍛えられそうですね。そうだから、カメリンなんかはうちでもう本当にもう5年ぐらいいるんだけど、もう熟知してる。おいっつって、カメってお前今日どうやって、分かってますよって、おやろってお前もうちょっと、まあそことあそこ悪いからお前直してよ、こことここお前こうしないとお前数字も伸びねえし、お前急いでやれよって頭悪いんだからって
ここに最後に頭悪いんだからをつけるのも愛情だから。あ、そこもミソですね。なるほど。20分です今。やっと20分まで来ましたね。これいやでもピョンちゃんはその若いからそういう価値観じゃないけど、50代はそういう風だからね。あの俺が就職した18歳とかちっちゃい会社だとそういうこう雰囲気よ。おいっつって、もう常にこうお前がしたらっていう、じゃあ上下関係を求められて、あと俺野球部だから、はい、やっぱ上下関係を求め合った時に円満な、そのだからおーちゃんのとこにも俺ちょっと言いに行かなあかんな、もうちょっと厳しくさ、おいおいピョンってピョンとかあめおいニコって、お前今日どうやって報告はどうなんやって言ってみろやって、今日の動画どうなってんだよって、一律やって数字はとか、こんぐらいやった時にその言われた方が今のゆとりの人はそれで拗ねたりめげたりするんだけど、その伸びる人はそこで笑顔になっちゃうわけ。指導してくださったんですねと、なるほど、私指導ありがとうございます、もっと改善点はないでしょうかみたいな、まあ、そういう子が伸びるかな。厳しいでしょ。いや厳しいですね。でも大事なことだと思います、ね、大事大事、やっぱりね、言うのもあの、うん、ね、大変なことですからね。大変、うん、でもこの高橋株式会社って言うんだけど、ここ、はい、ここはセクハラも常態化してる。あ、ひどくね、これはひどいですね。あの一番俺は懺悔したのは、とりあえずおかみにちょっとこっち来いよっつって、ちょっと今日話が、真面目な話があるからちょっとこっち来いよっつって、で部屋に連れてって、はい、あのちょっと言いづらいんだけど、今日からうち AV の会社に転職するって、だから出演してもらうことになったからって、こういうギャグを言ったら、はい、うん、これはちょっとダメージが深かったみたい。いやーきついきついです、ね、これエレーですね、神様はエレーぞって聞いてたでしょ。そういうエレポイントもあるからこそ、あれじゃないですか、こうメリハリがつくんじゃないですか。そう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 、いやだからそのピョンちゃんは怒ると思うんだけど、はい、俺は今その陰謀論者だから、はい、分かる陰謀論。陰謀論、まあなんとなく、はい、要するにテレビでその下ネタがダメだとか、はい、今ダメじゃん会社でさ、はい、その彼氏いるのとか聞いてもセクハラって言うじゃん。あ、言いますね。でも本当は挨拶でこうお尻触っ、朝会ったらお尻をおはようとかやらないと、その子供が生まれないのよ。あ、えタッチでですか。いやだから昭和の時代はそういうこういううちみたいな小さい会社だとクソみたいな社長がいて、その事務員の女の子に おはようポンみたいな感じでおっぱいを触ることによって、そこでこう赤ちゃんが生まれて子供が増えてってたの。エレーだろ、はい、うん、このダンソンジョイ、これねライブでいつもやってる授業で、俺がその今さ社会でさ人口が減ったって嘆いてんじゃん、はい、それはそのボディタッチを禁止にしたり、その女性に対してそのあれも下ネタこれも下ネタで言えなくなってるじゃん。それをやっちゃうと子供が結局できなくなって、でこのままでいくとあの50年後には日本人が3000万人なんだって。まあ減りつつあります。そうそう、どんどん減ってって50年ぐらいこのペースでいっちゃうと、うん、もう下手すら2000万人みたいにどんどん減ってってるよっていうので、高橋卿が今布教するのは、はい、あの1億人がベストだと思ってるから、はい、この人口を維持するためにどんどんセクハラしなさいっていう授業を行ってます。うぜえですね。まあうざい、まあ、うざいのはありますけど、やっぱセクハラ、そう、まあ、うん、セクハラって言ったらちょっと聞こえが悪いですけど、いやだからボディタッチですね。ボディタッチをすることによってやっぱこう、そうできちゃうの、できちゃうっていう感じ、子供が生まれちゃうっていうか、まあちょっとだいぶカットしてますけど、はい、ボディタッチから始まる、そのそういうことが重要。そうで、ピョンちゃんは男尊女卑、女尊男卑、いやもう平等。あ、で、うちの周りの人がみんな女尊男卑なのよ、うん、意味わかる、女尊男卑、女の方が背に向けた、女が偉い、うん、で、俺の友達に関してはなんか男は女から生まれたけん一生勝てんけみたいなさ、
そういう価値観が多いんだけど、俺真逆で、うん、その男がいることによってようやく女が生きていられるっていう、うん、まあ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 そうですね、まあその考えも一理そう、うん、だから俺はね、ツイッターでよくそれをつぶやいてるの、うん、そのなんか女の子とかでさ、こうわめいてる子がいたらさ、言いに行くの、なんて言うんですか、お前女だろってもう女は黙ってな、まずな、男様が通ったことを道を開けてやるのが価値観が間違うだろうって言いに行くのよ。あ、だからブロック入れられてんだけど、はい、うん、やべえこれ、いや、やべえじゃない、うん、いやでも素晴らしいですね、そう、やべえやべえ道を行けるのはやっぱ神様、そうだから俺は今それを布教活動やって、そのために今日呼んだよ、はい、うん、ありがとうございます、今25分、あ、25分、あと、うん、あと5分ですか、あと5分、いやいや、わかった、ぴょんちゃん話聞いてあげるよ、じゃあ、はい、いやだいぶうざかったと思うんで、いやー結構やっぱ神様エレかったですね、エレかったまあまあでもこれもあのまあ修行の一環みたいな感じで、そう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 、人が要はそういうあのガッツがあって、うん、ね、やっぱりね、あの出世する人はね、あの大沢直美方式がいいよ、うん、俺常にこれ会社で行って会社でみんなで嫌われてんだけど、あのうちの会社ってフラットだから、はい、あの大沢直美になれっつって、大沢直美ってわかる、テニスのプレイヤーですか、なんか有名な、そいつが強くなったのは、はい、5人のコーチに対して常に自分の改善点を毎日聞くの、あ、5人のコーチに、5人で、そう、今日私の動画どう、あ、まあ、YouTube だとしたら、私の今日動画どこがダメでどこが良かったか教えてくださいってみんなに聞いて、それを頭でミックスして自分の長所短所を毎日、今日の例えば YouTube はピョンちゃんだったら毎日だよ、今日の動画の良かったところとダメだったところ、でもそれが人って価値観だから、もう数字で見た方がいいかも、うん、そうですね、数字がやっぱり、うん、ぴょんちゃん朝まで行こうか、このまま、朝ですか、うん、今まだまだ今27分だよ、うん、始まったばっかり、始まったばっかりですか、うん、ちょっとエリくなりますね、うん、俺一回ね、会社でね、みんな集めてね、あそこ全員集合させてさ、昼の10時から俺だけビール飲みながら夕方5時までこの演説をずっと聞かしたんだよそしたらもうえれえれえって、いやそれはさすがに、そんでしかもルールは反論するなって、あ、反論されて俺の気分返しちゃうじゃん、とにかくまず賛同してでかなんか返してっつって、酒飲みながら、うん、みんなは飲まずにね、うぜえこれ、うぜえですいやそれはうざいですわ、そうか、ぴょんちゃん、今日はどうすんの、今から、今日ですか、うん、今日はもう仕事、いや、あの友達とちょっと予定があるんで、あ、はんはん、はい、まあ、帰ってから、うん、まあ、ペットの世話してから行くって感じですかね、もう分かった、ぴょんちゃん、もう毎週来て、毎週強制です、わかりました、毎週俺の雑談を3時間聞きに来て、はい、3時間無料で、無料で、うん、ありがとうございます神様の雑談聞けるなんて、もうぴょんちゃん何型？私は AB 型です。あ、AB 型なんだ、はい。危ないじゃん。危ないですか？いや、俺はなんかこの世で AB 型が一番危険人物だと見てて、その B 型は、俺 B 型が極悪説があるの、はい。で、A と O は最高って俺言ってるの。自分が A だから。なるほど。で、AB の人は、もう今全部仮の姿を俺見せられてて、これで車に乗って帰り道にもう違う人格出ると思うのよ。本当に AB って。出ますかね、わかんない、ぴょんちゃんごめんね、うん、あの冷静に聞いてほしいんだけど、多分今日今から車で帰るときにエンジン乗ってバーってあの河原走ったときに、うん、あいつマジでうぜえよってあいつマジエリかったわってバカが気持ち悪いなっていうのが AB 型だから、で本人の前ではそうですねって一応やり過ごすことができるのは AB 型、なるほど、で B 型はそれができないバカだから、あ、もう出ちゃう、そう、 B 型はもうそういう、 AB 型はそれができんのよ、 A の要素があるから、でも B 型持ってるから今我慢してるだけ で B 型の連中っていうのはもうその場で出ちゃうんでバカだから、なんですかそれみたいな、おかしくないですかみたいな、で B 型ってバカなの、それを俺は YouTube でずっと B 型バカ説を解いてて、まあ、彼ちょっと嫌われてんだけど B 型からね、まあそうでしょうねB 型が本当に一番いけないっつって、
次が AB だと。あ、次がじゃあもうあれですね。そう。で次が O で、で A 型は本当にいい人が多いし、俺だから。あ、もう A 型だけいれば本当に世の中は幸せになるっていう。神様は A なの、ね。そうそうそう。自分本位なね。